こういう形ができちゃった大元っていうのは1966年にビートルズが来た時に、いましたね。テレビをご覧の諸君はビートルズという名前をご存知だろうか。30歳以上の人ならその名前を聞くだけで青春時代を思い出し涙にくれるというくらい偉大なアーティストなのである。24年前武道館で行われた公演はわずか32分のものであったが、感動した観客の泣き声の渦で全く歌が聞こえなかったという伝説を残している。でこれはあの切符を5万枚吸ったって言ってるんですよ。でその5万枚のうちね、読売新聞を通じてはがきの申し込みという、でこれで、23万ちょっとあったんです、はがきの申し込みが、であの向こうがありますからね、住所間違って、あの自分の住所間違って、向こうが入れて実際有効なのが208,861、これははっきり記憶してる。すごいな。で、ね、すごいですね、それはもう僕にとっては大変な仕事だったから、その時今みんなが困ってるようなことがもうその時に起きたわけ、それに対して8000、本当にビートルズが好きでビートルズがどっと見たいっていう子たちには5万枚のうち初めは8000枚しかなかったと、頭から。さて来日の3日前になりました、切符がドーッと出てきたんです。1万枚以上出てきたんです、切符が。例えば僕個人のところにだって20枚切符をダブついたわけですね。そしてあのお配りください、いい席ではありませんけどって20枚送ってきた。でうち の, あの取材チームは100枚越しまして、来たの。で呆れ返ったんです。配るのに3日かかりました、1人がね、こうやってそれを、みんな本当のファン探して配ったから、でも今のコンサートでもありますよね、一番前で見たくないのになっていう顔して、なんか雰囲気に合わない人がなんだこんなに乗っちゃってって顔してる人とかいるじゃないですか。特にSixTONESはね、ストーンズすごくおかしいのよ。でそれはね、そういう風に流通がおかしくなっちゃって、ファンを無視されてるわけ、初めから。ファンは一番お尻なの、黙ってても買いに来るんだから。静かになってた。だからさ、ごめんね、なんか